ウジ、これピクミンじゃないウジ。かわいい。んちゃんんちゃん。お、阪神対巨人の曲線みたいになってるね。やばい、負けてる。ね、段取り悪いなお前。ガーッ、押すな。暇人ブエ。何やってんだおっちん。ボンバー。おっちん、それは違う。それ俺だ。おっちん、クソすげえ。皆さんはピクミンという生き物をご存知ですか？そんなことより音が出てないのをご存知ですか？ふざけんな。ダウンロードしてないのをご存知ですか？作戦通りです。あと45分かかることをご存知ですか？日頃の行いがガンガン減ってる。なんで配信前にダウンロードしないんですか？え、うっせえ、ぶっ殺すぞ。あんまうっせえこと言うとぶっ殺すけどどうする？溝落ちぶん殴るけど。ちげえよ。ハローマックとかでさ、ファミコンのゲーム買うじゃん。今、家帰ってる途中なの。お父さんとお母さんの車で行って、ハローマック行くじゃん、みんなは。もう全国民行くじゃん、ハローマック。ほんで、クニオくんの、もうテクノスシリーズ買ったり買うじゃん、全国民。で、何するって。この家帰るまでの30分、説明書読むでしょ。うわ、マジか。新しいゲーム、ガキの頃なの新しいゲーム買ったの、ワクテか？それを味わいたいんや。そんなことも忘れたの？みんな。お、見にくいのは見た目だけにしてくれよ。頼むから、心まで見にくくなるな。心の優しい化け物になれ。この時間が一番面白いまであるからね。ハローマックはもう潰れてありません。嘘つけ。じゃあ俺がハローマック作る。俺はハローマックのことパーマックって呼んでた。ロがちょっとちっちゃいから、パーマックって呼んでた。どっち派？みんなはなんて呼んでる？まあ、今の子たちはジャスコか。じゃあまた、今回のこの実況のコンセプトを説明していくね。ピクミン一匹も殺さない。もう本当にピクミン一匹でも死んだら、指一本ずつ落としていく。そのレベル。その覚悟。もう絶対に殺さない。断言する。で、カゴちゃんと写真撮る。絶対一匹も殺さない。タイトル変えるわ。お前らみんな生きて帰れ、ピクミン4実況プレイ。なんか30時間くらいかかるんでしょ？まあ、じゃあ3日くらいで、全クリするとして、今日は、マジで殺さない。一人も。正直4はアイテムとオッチン強化縛らないとつまらない。なんか俺縛りとかしたぐらいもう、初見で縛りは絶対しない。やりたい放題。ま、ムカついたら殺せばいいじゃん、ピクミン。生えてくんだし。髪の毛みたいなもんだから、ピクミンなんて。いや、一匹も殺さないのは縛りじゃないよ。当たり前じゃん。そう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 。だって、みんなさ、ペットとかをさ、そんな簡単に命粗末しないでしょ。俺一匹一匹ちゃんと愛情を持って育てるんで。そいつの、そのピクミン一匹一匹の私生活まで深掘りしていく。全員名前つけるし、全員ツイッター出せる。全員フォローする。インスタもやらせる。全員。で、一人一人をスターにしていく。加藤さんタバコ吸ってませんか？ピクミンはタバコ苦手なんでやめても。いや、ピクミンって草だから、最悪まとめて、紙に巻いてピクミン吸えばいいっしょ。さすがにピクミンも大事だけど、タバコの方が大事だから、矢になくなったら俺ピクミン吸うよ。あ、でも赤ピクミンは火に強いからダメだけどね。火に弱いピクミン吸う。あいつは吸えねえから。結構そういうのはちゃんと配慮してます。なんか左下からなんか女が見てんだよ、俺のこと。ちょ、冷静に考えたら、ジュン。俺のジュンって呼んでんだ、こいつ。山内萌えちゃん。萌え。俺萌えって呼んでんだよね。萌えは俺のことジュンって呼んでる。全然進まんやん！今やってますけど、100% にするには2500個以上の回収要素全部やらないといけない。もう任天堂本気出しとるやん！本気出すなよ！ただでさえ日本一なんだから。本気出すな！500個ぐらいにしてくれ、せめて。ピクミン4面白すぎて寝れなくなる嘘。そんなに評価高かった？ピクミンなんてでもさ、昔はさ、巷で人気だったよね。もう大衆化したんだ。まあ、CM はすごい、
トゥルトゥートゥートゥルトゥートゥートゥルルル引っこ抜かれてあなただけについてゆく今日も遊ぶ戦う食べるそして食べられる全国民が歌えるあの国民の国歌でしょ俺の中で CM の曲といえばそのピクミンの曲とポケモンカードも多分みんな絶対知らないけど俺がポケカーやってた頃もう今から11歳の時やってたから、12歳ぐらいの時やってたから、26年前なんだけど、プリーズプリーズ交換しましょう。ルル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 ルお願いお願いルル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 ってやつ。ピクミン1は56万本売れて、ピクミン2が56万本売れて、ピクミン3が28万本。え、ピクミンが66万、え、もっと売れてもいいなぁ。丸1個足んねえなぁ。ピック。加藤さん、ピクミンとモコウの共通点教えてください。殴ったら言うこと聞くんだよ、ピクミンも、モコウも。なんでだろうね。結構便利。だから。あと、どちらも、火に投げ込むとテンパる。あー、ずずずずずってなる。普通ならないじゃん。俺たちが火にぶっ込まれても。特徴なんだろうね。あー、なんで出していくーってなる。理由はわからない。この時間もう少しで終わるの寂しくないですか？いや、もうすぐ家に着くんだ。あと3分で。そうやって考えると、ワクワク。テカテカ。ニンテンドックの加藤さんはどこまでならニンテンドの言うこと聞きますか？俺ニンテンドのピクミンだよ。引っこ抜かれて、ついていく、ずーっと。そう、ミルダムに引っこ抜かれて、ついていきそうになったけど、ちゃんとそこ、加藤ピクミンはついていかなかった。意外とついていきがちなんだよ。そう、コクピクミンはさ、そう、コクピクミンはついてたんだけど、加藤ピクミンはついていかなかったんだよね。ちょ、これ引き継いでいいっすか？とてかくしろ。ピクミン4出たんだね。すごくない？一応目標としてマジで今日は一匹も殺さない。お前ら全員生きて帰れピクミン実況プレイング。じゃあピクミン4実況プレイしていきます。加藤純一。あ、そうだ！なんかさ、2000ポイント、2000ナオコイン貯めろみたいな感じで言われて、あ、思い出してきた、思い出してきた、思い出してきた。思い出してきた。なんか、犬鍛えられたんだよね。もうすでに5匹死んでる。超最初っからやり直して、マジで。久しいな。おい。お前犬、この犬名前なんつったっけ？爆弾岩5家が送られました。ありがとうございます。おいおい、こんないるんかい！おいじゃ、10で、ゼウゼウ、ゼウで。久しいね。じゃ、まずさ、失敗しましたけど、じゃ、まずこういうことしよう。慣れよ。ちゃんといる全員。一匹いないんだけど、すでに。ピクミン？ピク？一匹いない。あ、いた。ストーリー進めてっか。新しく見つかったエリアに遭難者の信号がいくつか確認できます。はぐれてる隊員がいるかもしれません。早く救助してあげたいですね。行きますか、じゃあ。ちょっとちっちゃい。え、どんなやろうかな？花吹雪の楽園。でも残酷だよ、こっち。ごめん。俺ヘッドホンつけてたわ。花吹雪の楽園。救出した人0人、お宝0個、鬼4類。マジ1匹も殺さんぞ。わしは。おお！変な生物いるな。かわいいこの犬。花チョロリンって名付けよう。パテチョ。パテチョ。オッチンは泳ぎが苦手で以前からシェパード号のお風呂で特訓していたのだが、ついに昨晩泳げるも何でもありじゃねえかよ。何でもあり。ピクミンと共にオッチンの背中に乗り、水場への探索も手を広げてみると、そんなのもう無敵じゃん。てかてか。てかてか。ピクミン出して10匹ずつ。オッチン乗ってけよね。くそ、強すぎる。強すぎる。腹張りがいいんだけど大丈夫？え、ちょ、腹張りいるんだけど。広くね。
や、さすがにさ、こんなんで僕が死なないっすよ。え、ちょっと、やばくね？ね、ちょ、あぶねえ！よし。全員突撃は全員突撃。こういうことなんすよ！勝手に行くな。バカ！お前！やめろ！こっち来て。あー、やばい！うわあ！早くもう一人死んでしまった。お前ら死んで生きて帰れ、ピクミン実況プレイ！難しいな。まずはちょっとお宝集めよっか。ひとまず。やべえ！めちゃくちゃしんどるやん。ピクミン困ってる。助けに行くしかない。どうしたどうしたどうした、何して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 、どうしたどうした、何してんの何してんの。あ、待てな、こういうことでしょう。おっちにも運べんだっけ。じゃあ、おっちにも運ばせよう。おほほ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 ほ。なんかでも、おっちに乗ってたいなぁ。ちょ、これは、氷ピクミンか。これ氷ピクミンだよね、多分ね。氷結ピクミンに頑張ってもらおう。ちょ、あんまり邪魔しないだけで、氷ピクミンの。おっせぇ。頑張れ、氷ピクミン。お前らならやれる、絶対。まあまあ、焦らず行こうぜ。せっかくのピックなんだから。から操作分かってきたよ。三角で突進。よーし！偉いぞ。なんか減ってね、ピクミン。お前ら困りすぎなんだよ。なんでそんな困ってんだよ。困るな。あまり。やばい、マジ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 やばい。強っ。お、ちょっと、おっちん、何やってんだ、お前。おっちん、おっちん、何やってんの、あいつ。え、おっちん？何やってんの、おっちん。あ、なるほど。こいつ言うこと聞きやがんね。あんまり。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか、色違いおっちんがいる。もう色違いのおっちんいた。え？こんにちは。あ、毛深いやつ。大変です。人が倒れてます。そばにいるのは誰でしょうか？うちの隊員ではなさそうですが。クソブス。なんだ、遭難者をどうするつもりだ。加藤純一、おっちん、至急救助に向かってくれ。ちょっと待って、その前にさ、ね、ちょっと待って、他のピクミンたちが、もうさ、いいよいいよ。もうやめていいよ。来て、こっち。やべ、テンパってる、テンパってる。時間がね、穴開いたらみんなついてくれ。え、じゃ、行くよ、俺、行くよ。行くよ。入る。洞窟入ったら全員ついてくると、OK。あれ？どうしたんでしょう？ピクミンがついてきたがらないようです。加藤純一さんとおっちんだけ、なんで？小手調べの戦い。段取りレベル星1。ここは一体？いや、そんなことより遭難者は。ああ、運ばれてる！いた！あっちです。なんかミニゲームみたいな感じかな。え？人間がピクミンにされちゃった。このうち段取り悪いもの生き残れない。葉っぱ生やしておけば大丈夫。生きてるお前、葉っぱいらない。腕前確かめてやる。え？私と段取りバトルで勝負しろ。ここにいるピクミンたち、私が用意した。制限時間内に物をたくさん運ぶ。合わせた重さはオフが勝ち。あの遭難者取り戻したければ私より段取り力あるとこ見せてみろ。さあ、段取りバトル始まるぞ。こういうことでしょ？こういうことなんじゃないの？おくんな、てめえ！
やべえ！早く！ちょ、みんな、早くこっち！みんなこっち！ちょっと待って！あいつね、これ盗むわ。27対14！絶対負けないでしょ！あいつからかっぱらうわ。よし。あやばい！で、こいつ縛いて、こいつどつきますので、ね。で、こいつ殺して、殺しちゃえばいいの。結局、ぶん殴っちゃえばいいんで、この辺は。お前らな、うわぁ！ちょっと待って！ちょっと、やばい負けてる！バカ、それ俺の、それ俺の、なんでてめえ取ってんだ！おい、てめえ！こいつ！取れ！よし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 。絶対許さん。それ俺の。盗め。いけ。殺せ。よし。よし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 。私たち、盗賊あるね。全部盗めばいいの。こいつらのやつを俺全部盗んでいくっていう方向に変えました。おめえよ、それを運べると思ってんのかこら、おいの野郎、チンカス野郎が。よし、はい、余裕。お、阪神対巨人の曲線みたいになってるね。これ嫌な予感がするね。これ後半めちゃくちゃ負けそうじゃない？お前段取り力素晴らしい。こいつを返してやる。行っちゃいましたね。彼は一体何者なんでしょう。さあ、遭難者を連れて地上へ戻りましょう。とってもいい段取りでしたよ。ただこれチュートリアルでなんか、互角だったから、後半思いやられるね。なんてことだ。頭に葉っぱが生えてしまっているぞ。これじゃまるで、さっきの謎の人物と同じ姿じゃないか。急いでビーグル号まで運ぶんだ。ピクミンは3種類までしか連れていけないよ。もうなんか何もせず、何もしない間に1日終わっちゃいそう。とにかく ID 情報を確認してみましょう。 ID エラー、データが読み取れませんでした。あれ、データが読み取れない。生体認証のはずなんですが、困ったな。これじゃ誰がだかわからないですね。これがあるから強いんだ、純ピクミンは。ここ繋げたいんだよね。ここ繋げたいときはどうするかって言われたら、俺はどうもしないと答える。まずは、マップを繋げよう。そっからだ。バン、ワン、ワン、ワン。あ、そっか、それで、あ、そっか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 。かわいい。なんて働き者なんだ、ピクミン。それでいいぞ。じゃあ、あそこも、手前から作ればいけるね。この橋なんとか完成させらんねえかな。こことあっち、並行していくか。ワン、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 ワン。ちょっといいんじゃないんすかこれ。ほら急げお前ら、そろそろ夜になるぞ。完璧じゃねえかお前。できればここまで落としたい。そうするとあれ取れるけど、今日はもう夜なんでやめときましょう。文字通り俺一匹も殺さないんで。オッケー。あれ、今日の探索をやめるみたいななかったっけ？時間を巻き戻す？いや、それはちょっと。それだけはなしにしよう。時間を巻き戻すの禁止ね。さすがに。なんかね、このオッチンっていう犬が強すぎて、縛んねえとつまんねえぞって言うんだけど、新要素であるオッチン、どうしても縛りたくないんで、ぐっすり鍛えていきます。ステロイド注入していきます。静脈に。わあ、新しいビッグミン欲しいよ。なんなら30匹じゃなくて40匹。いや、50匹。どんどん増やしていきたいですね。さあ、4日目。救出した人は、
葉っぱの生えた遭難者か。なんか病気がかかっちゃってんのかね。この星の大気は猛毒の酸素を含んでいて、ヘルメットなしでは生きられないはずなんですけど、一体この星で何が起こってるんでしょうか。で、赤ピクミンは、死んでもカウントにされないんで、うわ、なんか殺したくなかった、俺。一応、ピクミン死んだ数だけタバコ吸うっていう、そういう縛りでやってるんで、吸いたくないんだけど2本吸います。ふむ。葉っぱもそうだが、もじゃもじゃでどこの誰だかわからんな。ドクターに見てもらえば何かわかりますかね。そうだな、合流急ごう。一番最初のステージの水場の向こうに青ピクミンのオニオンがある。ありそうじゃない？もう別にコメント読んだわけじゃないけど、一番最初のマップのさ、水場の奥にさ、青ピクミンのオニオンありそうじゃない？どうもみんな。なんか俺ある気がする。さてこの遭難者だが、様子はどうだ？それが起きる気配はありません。それでどういうわけか、ヘルメットなしでも平気なようです。そうか、やはりドクターに見てもらわなければならないな。加藤純一、おっちん。隊員の捜索とお宝の回収を頼んだぞ。はい、コピー。うむ、いい返事だ。おい、いい動きだ。なかなか板についてきましたね。では、朝の作戦会議を終了。はい、コピー。アイテムで水を凍らせたら取れそうな気がする。するね、なんかね。鍛えようぜ。早速。くぅ！ピクミン10匹分の力。こんなん、覚えさせるん決まっとるやん。覚えさせないやついる？いねえよな。超怪力。ピクミン20匹分！怪力ピクミンじゃん！おっちん！いや、相棒。いや、もう一人の僕。パワー系ピクミンだぞ。あーやっぱ、資材集めなきゃダメだ。ちなみに各ステージの探索率を上げていかないと会えないピクミンとか増やせないピクミンが出てくる。最初のマップ行きます。ゆっくりやっていくか。うん、そうしよう。最初のマップ行こう。最初のマップぐらいは調査率 100% 目指す？あっちはまだいける。あー、青ピクミンいるね。なんだこのクソ短足ピクミンは。あ、氷ピクミンで水場を凍らせるんだ。あ、死んだ。あぶねー。あ、なるほど。伝説ピクミンじゃん。伝説じゃん。ワン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 。なんでやねん。え、ちょっと待って、これさすがにさ、氷ピクミンってさ、水いけんのかな。体験までました。まだ無理だね。オッケー。じゃあまずさ、ぐるーっと探索しよう。あ、わかった。まずはだ。万が一、屋外一、超が一、氷ピクミンが死んだ時のことを考えて、まず氷ピクミンを増やします。賢みがえぐい。あれ、これ赤しか増えないんだっけ。そう、つけ。あい。あ、そっか、氷の、うわ、あった、そんなん、もう、どうすんねん。だからこの布陣で言ってたのか。じゃ、氷ピクミン死んだらシャレになんねえじゃん。やはり死ぬべきは赤ピクミンか。あれーあれーあれー。ガーン。やばい。やめて、お願い。ほんとダメ、ほんとダメなの。死んだか。うんちゃうんちゃうんちゃうん。って氷ピクミン強くね。めちゃくちゃ氷ピクミン強くない？うんちゃ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 。赤ばっか増やしてもさ、意味ねえかもしんねえけど、いないよりはよくない？
ちょ、お前2個運べんだろ、おめえだったら、バカタレが、お前20の力あるんだから。あ、行くぞ。絶対殺す。別に悔しくなんかないんだからね。うー、あれもある。何もしてねえ今日今日何もしてねえ。さあ、おっちん頑張れ。並行していくぞ。こっちの、じゃあお宝を1個運ばせて。あれ、バーナーウェイしたとこどこだっけ。こっちか。ランウェイ。あ、おっちんおいで。で、キーピクミンで。ね、俺気づいたんだね。この辺すっごい便利ね。なんと、一人で行けるんですよ。おっちんとは基本別行動。最強お前ら。おっちん大丈夫か。まあ、おっちんだったら最悪。おっちんでも。あ、てか待って。ちょ、みんな。お宝がある。お宝がある。これ突進くせえな、ここ。ひとまず。ナイス！はーい。いやー、でかい！いやー、うまいちょっと、なんか効率的になってきたんじゃない？めっちゃお前向け。かわいい、お見送りしてる。あ、出ましたよ、新しいところ。もうこうやってやっていくしかないよね、ちょっとですね。ほんで、集めんのめんどくせえときは入っちゃえばいいんですよ。これは嫌な予感がしますね。嫌な予感がするんで。あ、そうか、洞窟で帰れるのか。全部っぱ。焼きおこし工房。黄色もおすすめって書いてある。言っといて。うっせえっつって。ああ、黄色必要だ。あのね、おすすめってか必要。これ戻れねえのかな？ Y で戻れたし。うわ、戻れねえんだ。コンゼルで行くしかない？バカ野郎が、おい！俺に逆らうの100年早いんだよ。叩き落として。いやー、黄色ピクミンちゃんがいるじゃないか。おあつらえだね。ガンガンいくからね、俺。なんかね、すっごいね、連打がしやすくなってる、このゲーム。前までね、それ結構鬼門だったの。ナイスー、いいねえ。あれ？どっかで10匹いない。あれ？あ、違う。ごめん。普通にいたわ。おい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 、そんなもんで？やべ。お前、俺のピクミン。ちょっと、いや、待て、俺のピクミン手出したらマジ許さんよ。かわいい子乗ってくるのが。乗ってくる。乗ってくるんすよ。ピクミンたちが俺を、慕って。なんでこんな慕われちゃうんだろう。ね、俺まさかとは思うけど、ピクミンの才能がある。こんなに慕われることある？ピクミンに。俺、カリスマピクミンじゃん。だってこんな慕われることないじゃん、明らかに。あれ？もうここでできること全部したよね。取った。出るぜ。ここに進む。うわぁ！うわぁ、何あれ。けど？親、近くに遭難者がいますよ。はい、ありがとうございます。
じゃ、まずは、おー、そういうことね。じゃあ、ここはマジで赤ピックに頑張ってもらわなきゃいけないぞ。俺はあれが敵に見えるんだけど、みんな何見える？あ、奥に黄色ピクミンがいる。別名、キーピクミン。あ、サツマイモか、これ！ワン、ワン、ワン。おいおい、黄色ピクミンめちゃくちゃ増えてきたぞ。え、連打早くないよ。え、俺連打早い？別になんか全然手加減ゆっくりやってるけど。みんなが見えないんだったらちょっとゆっくりやる？ゆっくりやるか。ねえ、あ、みんなが見えないんだったら合わせるべきだからね。結構俺にとっては日常だったんだけど、こんなもんは。あれ？今、まさか俺人間助けだ。これはディンゴじゃねえか。元中日のキャッチャーね。単独で救助活動を得意としている隊員だ。なかなか出動しないが、ひとたびやる気が出れば現場に駆けつけ、優れた身体能力を発揮するんじゃぞ。レンジャーのディンゴは救助犬を使わない単独の救助が得意なメンバーだ。これでレスキューもはかどるだろう。あざす。あと二人。え、もう全クリじゃん。今日最終回だね。簡単すぎて。ごめんな、うますぎて。そっち向くんじゃねえ。そっち向くんじゃねえ。あ？勢いで行け！勢いで行け！潰されたんだけど、ひっくり返る系ね。オッケー。うわ、しかも黄色がめっちゃ死んだ。最悪。14匹死んだ。困ってる。ちょっと早すぎたか。さあ、じゃあもうこれで全部取ったから戻るぜ俺は。ディンゴを救出しました。あー、お宝センサーちょっと欲しいかもしんねえ。買おっか、お宝センサー。調査コンプリート。え？あ、ここのフロアのってことか。洞窟面白え。行きてえ、もっと。さあ、何杯いたか。かつさ、今なら青いけるかもしれません。なんか今ならさ、青いけそうじゃない？いけそうな気がする。あの、穴あき、うわ、すげえ。穴開きなんとかさ、53杯ね。一個取り忘れてんだよな。リンゴ、よくぞ無事だった。怪我はないか。大丈夫。俺のことが、俺のこと、そんなに心配して。おや、このテーブル、少々ネジが緩んでるな。少し俺のこと心配してろよ、科学者。そういえば隊長、パイロットに関して情報が。はーい。おー、もしかして居場所知ってるのか、でかしたとリンゴ。いや、でもまだ俺は、ファーストステージにこもるけどな。だが野宿続きで疲れているだろう。詳しい話は明日にして、今日はもう休むといい。え、あ、はい。ハニー、寝る前にこれまでの救助状況を確認しておいてください。鬼だなお前。探索6日目。食事の概念はないんだね。ディンゴは何ができんの？それでディンゴよ、パイロットに会ったというのは本当か？確かに一度は合流したんですが、頭に葉っぱを生やした妙な奴にさらわれまして、こいつがなんかラスボスとかなのかね。なんだって。はい、その頭に葉っぱを生やしたやつが、でかい犬に遭難者を運ばしているのを見まして、パイロットと一緒に後を追ったんですが、そのやつは遭難者を洞窟に引きずり込んで自分と同じ葉っぱの生えた姿に変えていたんです。この人のこと。おお、これが葉っぱを生やされた遭難者だ。その後やつに見つかってよ、俺様は体勢を立て直すために外に出たんだが、気がついたらパイロットがいなくなっちまってよ、あいつも葉っぱ人にされちまったのかもしれねえ。で、この気絶した葉っぱ人はどうしたんだ？無線屋がやったのか？
そんなわけないじゃないですか。加藤純一さんが回収したんです。回収っていうのよ。ずっと気絶している原因がわかりません。つまりこの葉っぱ人はパイロットの可能性もあるということですね。ただするん？ただするん？ちなみに葉っぱ人ってのは俺とパイロットでそう呼ぶことに決めたんだ。頭に葉っぱが生えてるから葉っぱ人、わかりやすいだろう。この遭難者がパイロットかもしれないのが、段取りチャレンジとかクリアできない人の救済措置としてディンゴがいるんだ。使うわけねえだろ。俺ちなみに段取りチャレンジクリアできなかったらもう一生クリアできないままでいいんで、挑み続ける。葉っぱ人の保護も重要だが、早急にドクターと合流し見てもらわねば。全員配信つけ。はい、コピー。死んだ方がマシ。ちょっとお宝センサーつけよっか。40、4ゼウ。闇雲に探し、どういう反応を示すんだ。あ、なるほど、左上の星か。これ必死でしょ。これ必死でしょ。とりあえずこんぐらいかな。コビア。コビア。今は、とりあえずここ行っていいよね。100目指す。1000目指す。どうする俺が1000目、1000行ったら。さあ、お宝センサーでお宝をずいずいとずっころばししていきましょう。これさ、突進っぽくない？おれー！ほんで、これね、おっちに行かせんすよ。なぜならこいつは犬だから、俺の。銃かぁ。ね、ここもさ、ぶっ壊せそうじゃね？俺来た。気持ちいい。おー、いいね。おっちん！あ、おっちん頑張ってる。頑張れ、おっちん。こいつ、めちゃくそ便利だね。さあ、そしたらだ。いや、一人で運べるのマジで便利だわ。もしかしたらこのゲームの肝となっていく生き物なのかもしれない。そうでないかもしれない。ぶっ壊すじゃないですか。ほんで、資材は、バカ。本気出してぶっ殺せばいいんで。もうさ、しらみつぶしにやってこうぜ。ただよ、あいつら頑張ってるかちょっと気になって見に行っちまうんだよ。これマジでピクミンあるあるだから、なんかあるある、なんかあるよ、なんかあるよ。ああ、目の前か。それはちょっと任天堂ちょっとダメかもしれない。それ優しくないわ。それはちょっと次回作、ピクミン5での改善点かもしれない。うんねえ。強すぎだろ、こいつら。まず、パンパンやん！パンパンやないかい！ちょっと待っててみようかな。これ運んでくるビクミン、はははおい、ウジ虫がいっぺらウジ虫が。ウジ、これピクミンじゃない、ウジ。こういうウジ虫です。チラッと見て、ボスいそうだったら戻ってくる。ボスはいなす。あー、マジか。先行くか。山頂へ抜けられそうな穴を見つけたが、思ったよりも内部は入り組んでいて、今ようやく奥の方から光が見え始めた。外に出ればきっと休めることがあるだろう。おすすめで行こっか。変に色気出してさ、あえて難しくする必要ない。あらー、あんれー。もともと凍ってるわ。ちょっと抜きたい。これ抜けないの？あ、呼べば来んの。そっかそっかそっか。あら、かわいいわね、あんた。ワン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 。もうだってパワー2800溜まってるよ。まず、おや、近くに遭難者がいるようですね。備えしたら、こっちゃ行きまっか。ね、ちょっとこれ検証になる、マジで。これマジ俺検証になるけどいい。
と、それもやむなしだと思ってる。さあ、行け、ジャッピー。チャッピー、チャップ、無敵じゃねえか、お前、おい、チャップ強すぎだろ。で、チャップにも行かせると、アルバート・プーホールスにも行かせると。え、待って、チャッピーだけ抜けれない、まさか。おい、ちょっと痩せてくれ、チャップ。お前がいねえの、たまらなく寂しいよ。あ、てか折り紙あった。これやって、これ大事だからね、意外とね。おい、ごめん、もう俺、これクリアかもしれん。みんな、これクリアしたかもしれん、俺。俺、極意をもう掴んじゃったよ。なあ。あー、なるほどね。突進強すぎじゃない？これ乗りながら突進できたらな、最強なんだけどな。これ人間か、これ今の。ヘリー。ダルビッシュ。動物を愛し、動物に愛された動物愛好家。笑顔に宿る情熱と思いは本物で、研究レベルの豊富な知識を持っているんだぞ。でもダルビッシュ、セファット・ファリードという仲間になったから、怖いものはもう何もない。さあ、じゃあ出よっか。よーし、オッケー。ちょっと尋常じゃない？ミッションコンプリート。ハンバーグを食いながら日曜日の夜にピクミン、神。子供の頃そういう大人になりたいなと思ってた。なんだあの銀玉の裏ポケモンは。あれどうする？あの陰金玉虫シティどうする？これ殺せられるかな。やめて。これ。やれ。黙れ、落ちん。本当に。まったく、あんたって人は。え、お前それもせえな。あ、おっちんも3つすんだ。へえ、おっちん3つ吸ったら HP 回復するんだ。これ何個で凍るかな。氷ピクミン増やしてあいつを助けようか、今日中に。まだ1匹も死んでない。これ何匹必要かな。あ、20か。20は、結構っすな。間に合うかな。俺も行きたい気持ちは山々なんだよね。ただ俺自身が迷子になっているということ。行けるかな。本当に？こんなに迷子になってるのに？助けて。ああ、よかった。ああ、すく。すげえ牛歩戦術だけどいい。モノクソ牛歩でいくわ。俺無理させないから絶対。ピクミンたちに。このまま1000時間やる。ダルビッシュを救出。しかもやる気が2になったから、なんかまた。ん？なりきり探検隊シリーズ。そういうのもあるんだ。ビンゴもあるんだ。へえ。待て。おや？
この星型のメダルは何だ？同じシリーズのガラクタ、お宝が揃ったのが分かるようにラッセルさんが鑑定 AI をいじってくれたんです。同士のお宝の波動が共振することで、キラキラエネルギーをさらに抽出できるんだよ。理屈はわからんが、シリーズを揃えたくなってくるね。700!? やばし。ちょっとおっちん鍛えさせてもらっていいっすか。これね、噛みつけあげるわ。ワン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 。なんかね、このイベントまだ終わってないらしい。ひとまず貴様のお手並みを拝見といこうか。なーに、レスキー活動のついでで済む話だ。この星をくまなく走り回って、すべてのエリアの調査率を 100% にするんだ。そんなのは無理だ。断る。いや、僕はキニーズ、お花屋さんをやってるんだ。僕、どうしてもお花だけは諦められないんだ。それで君にお願いがあってね。ピクミンのお花をいっぱい探してほしいんだ。世界にお花、この世界をお花で満たすためにね。協力してくれたら集めていた綺麗な石をあげる。一緒にお花いっぱいの世界を作ろうよ。ピクミンの花をたくさん、いや、そんなのはもういつの間にかなってるでしょ。余裕よな。ちょっとボス行きてえなー、ちょっと。まだ俺はここ攻めるよ。調査率 69%。いい感じよ。ね、じゃあ青ピクミン取り行こう。これ40でいって。そしたら、ずーっといけるじゃん。これいいのか？身を手に入れた。激辛スプレー。多量の激辛成分を含んだ赤いエキスのスプレー。どんな効果があるのか分かっていない。分析したところ、この身には大量の激辛成分が含まれています。試しに10個ほど絞ったエキスを瓶に入れてカバンにしまっておきます。何かに使えればいいんですがね。あ、なるほど。それでここを建築すると。ピクミンが困っています。なんで困るなよ。あ、困ってる。なんでなんで、行けよ、あと一人。あ、なるほど、今赤い身のまま。強い。おめえ、そしたらよな、あ、やべえ、赤ピクミン欲しい。早く！うわー！やべえ！あ、ちょっと待って！ちょっと待って！お前、こんなとこで死んだらシャレならんぞ。ちょっと待って待って、お前これだろ。これ木谷太郎だ。俺はこの青いオニオンのことを木谷太郎って呼んでんだけど、みんな何て呼んでる？あれ、ここにもオニオンが。でも最初に見つけたものとは色が違う。やっぱりこれも運ぶと動き出すんでしょうかねえ。うんちょうんちょうんちょ。え、ね、足んないな、お前頑張れ、マジで、おい。ほら、ちょ、お前マジ頑張れ。ちょ、お前マジで頑張れ。で、うわ、これうまくやればいけっかな。よし。で、ね。ちょ、何やってんだお前らは。そんで、そんでこっから落ちんで、降りて、行け、落ちん、落ちん、もう食ったばす。ちょ、なんで降りるんだよ。落ちん。よーし、
よーし、いい子だ。偉いぞ。やったー、青ピクミン手に入れた、ついに。これはでかいよ。待てよ。ということが合体したエルのピクミンも増やせるんじゃないか。かわいい。ついに来ました。ついに来ました。皆さん、見たことないピクミンですね。オリマーさんはこのピクミンにも出会ってるんでしょうか。青ピクミン、一見すると口のように見えるエラがあり、水中でも活動できるのが青ピクミンの特徴だ。水に強く泳ぎも得意であることから、水中にあるものも運搬できるようになったんじゃぞ。お前そんなもん青ピクミン増やすに決まっとろうが。今から爆裂青ピクミン増やし。うきょねえだこれ。これうきょピクミンだ。青ピクミンじゃねえ、うきょピクミン。便利なんすよこの子たち。この子たち死ぬほど便利なの。あんまり俺の子供たちのこと便利とか言わないでくれ、もらっていいか。あと結構俺そういう系には厳しいよ。青ピクミンを手にした今、俺が行けないところなんて存在しないので、おそらくお宝は 1,2,3,4 個か。とりあえず、このさ、ショートカット開けよう。待って、ここにショートカットがあるはず。あれだ。これがね、マジこいつ便利なの。うわー、黄色ピクミンもある。やったやったよー。どこにスパ、今度は黄色オニオンか。拠点まで運んでくれ、よろしく頼んだぞ。そんでついでに、いや、いけるかこれ。これでそのままいっちゃう。ね、ここにさ拠点移したらさ、めんどくさいことになる。また一旦、すぐそこだから。よし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 。こうして合体を繰り返していけば、いろんなピクミンが増やしやすくなるな。俺言ったけど、地道に増やすからね。あそこ行きて。こういう地道なことができる大人です、僕は。そうかカラーになってる。ちょっとダイブイントちゃうんこれ。凍らしといて、そんでチャッピー乗っていけんだ。チャッピー乗って、うわ、また洞窟あるよ。洞窟は見つけ次第すぐ行くと決めてるんで、僕は。悪いやつじゃなさそう。あれってもしかしてディンゴさんが言ってた葉っぱ人でしょうか。俺が見たやつはもっと肌がでかかった気がするな。段取り出たと、捕まえて確かめるしかねえだ。急いで追いかけろ。一応目標としては段取りノーミス。運んでいるピクミンの多数決で増えるピクミンが決まる。へえ。段取りレベル1。これ5とかめっちゃむずそうじゃない。ここ段取り試すところ。段取り繰り返す。段取り上手くなる。すること簡単。制限時間までにたくさん運ぶ。それだけ。同じだよな。ここの音から全部俺が作った偽物を持って帰ることできない。ここのピクミン野生のやつ、外に連れて帰れない。だから永遠に段取りできる。俺幸せ、お前も幸せだ。うまくいっても行かなくてもご褒美に資材をくれてやる。俺を連れて帰りたければ段取りいいとこ見せてみろ。んおっちやまねえのか。ちょっと待とっか、ちょっと待とっか、ちょっと待とっか、ちょっと待とっか。お前くたばれよ、チンカス野郎。いや無理やん。ちょ、何やってんだおっちん、お前バカ野郎。おっちん、お前おっちんじゃうじゃん。
超段取り悪い。まさか俺段取り悪いね。段取り悪いなお前。一回全身は。でお前はこっち。でみんなここやって。こいつら段取り悪いの。ハマってるでもこいつ。チャンス。こいつバカなんで。こいつ一番バカなのね。こんなバカいないってぐらいバカなのね。こいつは。任しといて。でこれ運かそう。パパもパパ。ちょ何やったお前ら。ウーチンかじゃん。これウーチンパイだウーチンパイ。何やってんの。終わってるやんけこれ。なあ。もうハッポ。いやダメじゃんもう。ハマっとるやんけ。はいはいはい。40秒あればいける絶対。うわ上にもある。全然段取りが悪かった。間に合わねえか。これもう一回できるかな。お前仕事早すぎ目が回る。資材30個コンビニ持ってけ。こっちもう一回やっていい。これもう一回やってこれ。全部欲しい。あ、しばらくできないの？まあでも一応クリアはクリアか。段取り面白い。もじゃもじゃで誰かはわからないが、とにかく救助するんだ。また中に入られても厄介だ。洞窟の蓋閉じたままにしておこう。ちょっと待ってな。時間がないからね。時間がないよ、ちょっと。今。ちょっと段取り悪いよ。わかんねえかな。な、危ねえ。危な。金毛だよこれ。金毛。てか青でよくない？うんちゃ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 。よし。ああよかった。二人目。くさびと。はい。はい。はい。お前だけ。ちょっと押すな。段取り良かったな今。段取りいいな。あ、ゼロ引き。あざす。しかし何度見てもお宝というのは不思議なものだなぁ。本当ですね。誰が何のために作ったんでしょうかね。例えば初日に見つけたお宝、進歩の原石には開閉式の機構があるのだが、雨が降るとこれが開き、雨風から身を守るのかもしれませんね。その考察多分間違っていると思います。今のところタバコ何本吸うことになってますか？30本ぐらい。な、せっかくここまで来たからさ、最初のダンジョンマジで 100% にしていい？ダメって言わないでね。すぐ行くぞ。おにゃろん。おにゃろん。にゃも。おい、もう 84% だぞ。だからその一応ピクミン1匹死ぬごとにタバコ1本吸ってんだけど、俺が肺がんで死ぬのが先か、ピクミンクリアするのが先か、かけといてください。よろしくお願いします。さ、お宝。この正面、ね、このさ、星ってお宝じゃないのかな。俺、黄色でも届かなそうだよ。まだ冷静に考えろ。あの蓋を、まずはじゃあここ作ろっか。すごい嫌です。まずおっちに突撃させて。勢いで行くんだよ、こういうのは。な？わかったか。俺、チャッピーの倒し方下手くそになってる。オッチに乗りながら突進すると一斉に攻撃できる。あー、なんかあったね、チュートリアルで。この状態で、これでいいんじゃね？これでいいんじゃね？これだよね？
突進ぶっ壊れすぎるから縛ろう。あ、そうだね、わかった。もう絶対使わねえわ。気をつけてください。リンゴさんを襲った葉っぱ人かもしれません。間違いねえ。やつだってことは倒れてるのパイロットか。まずい、葉っぱ人にさらわれちまうぞ。追いかけるんだ。そうやって運ぶんだこいつ。こいつそうやって運ぶのか。これキーピクミンでさ、こう絶対そうだと思った。もう達人じゃん俺。ピクミンのミスターピックじゃん。え、嘘じゃん。今嘘つくの、みんな嘘つくのやめてくれ、頼むから。俺嘘つきに育てた覚えないよ。全員で運べ。え、大丈夫なの？落ちないそれ。あー、で上から眺めると、んで流れでこうと。これまさかさ、段取りバトル戦場の、あまた来たな。この星、段取り悪いもの生き残れない。葉っぱ生やして生き返す。お前に彼らが救えるかどうか段取りバトルで見極めてやる。今度は一つルールを追加して勝負だ。流れを見極めるとても大事。物の価値すぐ変わる。その時高いものプレミア品。なるほどね。プレミア品を運ぶとポイント倍増。段取りに差をつけられるんだ。星ま、王冠マークがついてるやつがプレミアな。まず俺はピクミン増やす。あいつらバカだからやらしとけばいいんだよ。こいつらほんとバカなんだよ。一見負けてるように見えるだろ。それでいいの。これ負けなんかじゃない。これ後の惨事を買ってるのよ。ね、お前が行くんかい。お前がやれよ。あ、これチャンス。お前がやれよして、貴様めっちゃ食われてる。死ね、そのままくっつり増やして。さあ見てください皆さん、この後の三人を買ったおかげでこういうことになるんとちゃうんでっか。兄貴、段取りいいんとちゃいまっか。エロー段取りエンドちゃいまっか。で、段取り相当いいでしょ今回。なんか上手くない？ごめん、それ俺の、それ僕のなんで。生かして乗って、でお前がやれよして。ちょ、お前やれよ。ちょ、段取り良すぎてシェイシェイっすねこれ。まあ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 、この後半の伸び方悪くないんじゃない。今回も素晴らしい段取りだった。あとは任した。早く星4とか5とかやりてえな。あ、またどっか行ってしまった。でも遭難者は無事取り返しましたね。見事な勝利でしたよ。3人目。さっきさ、やった段取りバトルやりたいんだけど。足りない。お宝あと1個だな。行くか、このまま。ここっすね。なるほど、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 なるほどな。なるほどな、なるほどな、だから、上に1回行かなきゃいけないんだけど、上行って降りてくる拍子に取れるだな。拠点を移して、
うわ、そういうことか。ここだ。これで全部じゃない？どうすか？やったー。まだあるわ。みんなまだある。埋まってるんだ。じゃあ、お願いで、お宝を探す。うん、行って。すごい。すごい。よい。うわ、そういうことか。これはわからんよ。これわからんよ。うんちょ、うんちょ、うんちょ、うんちょ。ダンジョンにもたまに待ってます。やばすぎとちゃいまっか。あー、コンプリートだ。すごい。すげえ。全部集めたぞ。ちょっとじゃあ、こっから先はね。なんか資材だ。あ、ちょっと待って。じゃあさ、乗って、お願いで。これちょっと待って、こいつ神かもしれん。あ、ここにあるって。ここにあります、資材は。測ったかのようにあった。まだ行くでしょう。まだある？どっち来た？どっち来た？どっち来た？あるー。これ資材も集めた方がいいよな。だ、建設に30とか使うのね。ってことはだ、あらかじめ増やしておかないと、とんでもないことが起きるぞ。なんでいちいち一緒に帰るんですか？え、可愛いからだけど。ダメ？可愛いだけじゃダメ？ほんで、な？はいでな！青ピクミン増やそうぜ。圧倒的に少ない。今日有意義やねー。青後半使う？まあ、使うにしても使わないにしても、ちょっとあまりにも青少ないから。いや、今日有意義だった。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ有意義な一日でしたね。さあ、じゃあ一面はもうコンプリートかな？これで。意外とすぐだったな。これ何面まであるんだろう。言っていいの？言わないでほしいけど。調査コンプリート。おいおい、もうピクミン死なんぞこれ。トータルでピクミンが何匹死んだかみたいなのも見えんのかな。人はなぜ戦うのだろうか、なぜ競い合うのだろうか。急にどうしたんですか。段取りバトルを見ていてふとそう思ったんだ。あまりにも悲しいじゃないか、同じ宇宙に暮らす仲間だというのに。その上なら隊長の苦手なドムじゃって宇宙に暮らす仲間ですよ。それとこれとは話が別だ。頑張れば1日で資材1600個集められます。そんなピクミンを効率的にやるような大人にはなりたくありません。僕はよって1600個は集めません。嫌です。パスひっぶっこ抜き。ピクミンの目を抜くときにオッチンが一緒に手伝ってくれ。一番いらねえ。うわ、これ欲しい。野生の本能を目覚めさせる。それが鬼噛みつきだ。空中の原生生物でも飛び交う。強金毛。金毛だよ。じゃあ花吹雪の楽園行きます。ここも 100% 目指す。せっかくだから。しかも1日で全部 100% するわ。とてつもない効率を。やべ、またダルビッシュに話しかけてねえよ。ぐるーっと回って、こっちから行くのが正規ルートだな。まあ、正規ルートがあるのかどうかわかんないけど。ちょっと分かってきたぞ、ピクミン。ちゃんと誘われてるんだ、我々は。なんでお前らそ、おまんら？おまんら？こいつやばそう。
今帯電してなかったこいつ気のせいか。ちょ何やっと何やってんの何やっとんお前ちょ何お前まさか口に含んでる。じゃあ許す。お前最高だ。チューチューさして、うんちゃ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 、うん、今のって何なんだ。オニオンか。おや、オニオン吸い込んだはずだが、ちょっと待って、黄色オニオンじゃなかった。ピクミンの生態反応を調べるとオニオンの中で20匹も増えているようです。仲間のオニオンでさえ同じ色だったら栄養にしちゃうんですね。なんぞ残ったクズどもをここに当てると、みんな先を見る。あいつ倒してバケツぶっ壊して、すよーやめらんねーやめらんねーやめねー、俺は縛らねー。すげえ、もうこっちのアイテムほぼほぼコンプリートしたよ。ほんで、待ってな。なんだこの天下みたいなやつは。いや、洞窟行くか！先に洞窟行こう。秘密の壺には、擬態して獲物の油断を、ん？擬態して獲物の油断を誘う戦略は、生物界にはよくある話だが、まさか身をもって体験することになるとは、魅惑的に揺れるプルプルには、時に危険が進んでいることもあるようだ。待てよ。火がひらがなで蜜がカタカナ。これが指し示すものとは、おそらく密に擬態してるんだろうね。俺は簡単に密なんかいかないからね、じゃあ。こんな奴らに俺は騙されないよ。でもやってみたい。やりたいよ。どうしよう、兄貴。やってみていいか。別にそんなそんななんだけどそんななんですけど、言うほどなんだが、あれ黄色ポケモンは先行的にやると、なんか上に黄色ピクミン100匹ぐらいいんだけど、ちょっと完璧やないかいなあ。完璧やないかい。それであのバブちゃん人形をしばくと、やば、マジだマジだマジだ、ハハ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 ハ、逃げると思ってんのか。でこれで OK と、これでロン・ロナルド・ウィーズリーと。すげえ4000超えるぞ。もうさあ行きます。調査率 25% ってことは4回まであるぞこれ。強すぎる強すぎる終わりの始まりだみんな。これ俺はやるよ。俺を止めるなよ。12個か、結構だな。これ敵か！やべ、死んだ。あぶねえ！これもう根性でやっちゃえばいいんで、結局。ご了承いいんだよ、こんなもんは。キラキラエネルギー4000達成。やった！目標達成ですね。これだけエネルギーがあれば、レーダーの操作範囲さらに広げられます。え、ちょ、わかった。ねえ、コントローラーぶっ壊れてんだ、俺。俺今気づいたわ。コントローラーぶっ壊れてる、俺。最高だわ。だからあの、後ろちゃんが。
一番いいよね。ピクミンなんて小学校2年生がやるゲームなんでいいんですよ。それぐらいのハンデがあった方が。雑魚が。フレーヌ。宇治星、宇治星。植物と意思疎通することを生涯の夢とし、長年研究を続けてきた学者。植物の話をするときは前のめりとなる。知らん調査団か。調査団の方々も遭難してるとはな。あ、ジャイルがオンになって、なるほどね。可能性あるよ。可能性ないこともないよ。オッケー。の不可避の方向でしょ。あ、まだあるわ。こっちだ。あー、なるほど。ぶっ壊してもらって。いや、こっちはわかるけどさ、向こうはどうするんだ。ん？で、登ってって、ジャンプして。あ、なるほど。勝手にやってくれるんだ。オートマチックにやってくれるんだな。お前ら偉いねえ。2だったら全員死んで、確かに。2って雷一撃だもんな、確かな。さらに奥へ奥へと進む。何人かいるのかな、救助しなきゃいけない人間が、この部屋に。って考えると、2はめちゃくちゃシビアだったんだね。失礼します。こうやってやればいいんですよ。結構簡単じゃない？おい、俺もうこれ動いちまったら無理だよ。な、戻れねえ。俺戻れないかもしらん。あ、ピクミン。何してる何？何？お前、ふざけんな！お前みたいなチンカスに！お前みたいなチンカスになんでやらなきゃいけねえんだよ。だいぶ持ってかれたぞ。ちなみに今作から葉っぱも食うようになりました。葉っぱのくせに食うなよ。うわ、なるほど。これはね、ちょっと一旦待ってください。水で行きます、ここ。早く行って！早く！あ、戦ってくれてんだ。じゃあ、その気持ちに答える、俺が。これで。で、一番使えなそうな、キーピクミンたちに運ばして、これは、全員で運ぶと。で、俺は犬に乗って、その模様を見る。やだ！やめて！俺やるよ。強すぎ。終わってる、この強さ。絶対絶対に縛らない。決めた。縛らないということを決めた、俺は今。勇気を持って縛らない。秘密の壺には調査率75。ここで最終章ってことだよな。ちょ、突進強化してえなぁ。まずはね、おや、近くに遭難者がいる。まずは、こいつ、あ、違う、間違えた。なんかいそうだなぁ。もう全員花は、花は全員。あ、ぶひんね。ちょっと。あれ？なんかよくあんねんけどいいや。すげえや、こいつ。
よくわかんねえ。あ、そういうことか。なるほど。おもろ。伝われ、オラ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 。そのままその種族を食い殺せ。ね、持ってかれた。厳正に、これどうして、お、何やってんだ、おっちおっち、何やってんだおっち、何やってんの、おっちん、お前何やったん。おっちんバカかもしらん。おっちんなんでこんなバカなん。危な、ピクミンってこんな簡単になっちゃったの。いや、俺がうまいんだよ。ピット、オグラ製、未確認生物の調査のため、調査団に志願した研究者。定説にとらわれない、独自の研究を続けており、どんな話でも最終的に自説に結びつけたがる。未知の生物の調査。ピクミンは原生生物を調べに来たんですかね。そいで、コンプリートかな、ここは。シャドウコリドーっぽいね。よーし、よかった。てか、なんか、ボスちょっと食い殺されそうでした、僕。そんなことがあってはならない。大丈夫だよね、オッケー。よーし、よし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 。7匹死んじまったな。次は渡って海か。あ、ここか！なるほど。そっか、ステージ2だもん。じゃあ、ここに拠点移して。ね、お前食ったよ。殺すぞ、これ、おい。ちょっと、裏技使っていいっすか？あんま使いたくないんだけど。あ、そっちはダメ！そっちはダメ！そっちはダメ！よかった。おい、ちょっと初日良すぎじゃない？これ。ね、今わしができることといえば、まだ増やせる。俺はまだまだ行くよ。あ、大丈夫？ちょ、何やってんのお前。あ、大丈夫か？あ、危な。びっくりした。今、根こそぎ行かれたかと思った、今。犬が勝手に働いてやがって、今、根こそぎ行かれたかと思った。おい、だとしてやめてたよ、もう今。あの犬何してんの？ 4000 ポイント手に入れたから、とりあえずは、探索範囲が広がったのかな？ね、今さ、犬に乗ってたから死ななかったってこと？レーダーの捜索範囲がさらに広がったぞ。キラキラエネルギーをもっと集めてくれ。シェパード号のレーダーを復旧して捜索範囲をさらに広げるのだ。ニューパー、エネルギー注入完了。早速レーダーを起動します。起動しました。ウィンウィン。ああ、またもや未探索のエリアに救難信号が。捜索範囲が広がってきたな。一刻も早くはぐれた隊員とキャプテンオリマーを助けなければ。すごいぞ、一日にしてだよ。ちょっとピクミン上手くなりすぎとちゃうけ、これなあ。全然パーセンテージ増えてねえし、おごりだったのかもしれない。どうせ7割ぐらいもういっちゃってんだろうなって思ったけど、おごりでした。これが激辛エキスか。見るからに辛そうな色をしてるな。激辛スプレーの原料ですかね。ちょっと舐めてみますか。そうだな。隊員が使用するものに万が一のことがあってはいけないからね。どれ。辛い。うわ、そんなに辛いんだ。よかった、舐めなくて。でも動きが素早くなって仕事の効率も上がりそうですよ。そうか。なんかあったな、それな。仕事の効率が上がるんだっけ。とはいえ、人体に使用するにはそれなりのリスクを伴いそうだね。捜索10日目。レスキューキャンプが手狭になってきたので、付近の空き地を整備していたところ、墜落した宇宙船が見つかりました。はい。持ち主は一体どこに？オリマのじゃないの？それと空き地を整備した時に資材が出てきたので使ってください。え、あれ、オリマの船じゃないの？あれ。というか、ダルビッシュに話しかけよう。
私、ダルメッシュと申します。この星の原生生物を知りたくて知りたくて思わずやってきました。その子たちの奇跡な生態を図鑑のようにまとめるのが夢なんですね。また後で。どうせそんなこったろと思ったよ、俺は。おほう、きちんと仕事は進めてますってか。俺様にごまかしは聞かねえぜ。あ、そういえばあったね。なるほど。で、あ、でもまだ終わっちゃいねえ。続きをとっとと済ませなしに入り。二つエリア以上調査率を 100% にする。なるほど。してお前は？私はフレーヌ、植物学を専門にやってるんだ。君も植物が好きかい？植物と意思疎通する研究を続けて数十年、ついにピクミンという夢の植物を見つけたんだ。やっぱピクミンって植物だったんだな。ピクミンはね、優しいんだ。話せば受け止めて人に寄り添ってくれる。そんなピクミンと人類の一人一人が友人になれば、この世から悲しみが減ると思わないかい？さあ、人類の幸福のためにピクミンを増やしていこう。無償でとは言わないよ。お礼も用意してるからね。ピクミンを託す。そんなおめえ300なんてよ。一瞬じゃないっすか。あ、こいつもいるじゃん。ふむ、レスキュー隊だって。どっかに遭難した者がいるのか。特に見かけた覚えはないが、私が遭難者。これは面白い。全く気づかなかった。あんまくだらねえこと言ってると食ったばすぞ。折り回しの日誌によれば、オニオンという存在は異なる色のオニオンを吸収し合体するとある。非常に興味深い。研究の一環としてオニオンが合体したら私にも教えてほしい。え、すでにオニオンを合体させた？あざす。あざす。わがままを言わせてもらえば、合体前のオニオンも見てみたかったものだね。お前は合格だ。363。どこにスパー？ちょっと何育てるよ。止めるんじゃねえぞ。我は新たなアイテムを考案した。手元の資材で試作品を作ってあるがゆえ、ナイス。見回しドローン。暇人カウンター。暇を持て余したピクミンを探知してやろう。レスキューに遊んでる暇。え、これ呼べるの？暇人笛。最強。強すぎじゃない？これ絶対必要でしょ。え、これ最強じゃん。一回ずつ家に帰らなくていいよ。右のオッチ見てくれ。何も動じてない。やべえ。こんなスキルいらないけど、あの右のオッチ見たい。ぐっとこらえろ。食べると痺れる当たりの人参を選別した原生生物の足の、へぇー。むむむ。ビヤーボーン。ビヤー。見回しドローン買っとけ。この暇人系は、若干。ね、ちょっと俺最強になってしまったんだが。いやー、これ行きてえけど、ちょっとごめん。花吹雪の楽園を。100% にします、今から。僕は。暇人笛をショートカットに入れた方がいい。なんだっけ？これを。違う！うやん、それは！めちゃくちゃ使ってんだけど、勝手にこいつら。あ、いつの間にか。これが噂のショートカットか。便利だな。そっこ行く。真っ暗トンネル。俺さ、なんか、サングラスみたいな買わなかったっけ？サングラスじゃなくて、ライト買ったぞ。マヒー。ヘッドランプを持ってるから懸命だ。ちょうど買ったんすよ。僕。これでいいんで、丸ボタン連打で勝てるんで僕は。皆さん真似しないように。赤なんて9000匹ぐらいいるから。黄色に運ばせよ。お前、ふざけんな、お前風情が。あいつわかんねえよ。あいつなんだ一体。お、なんか任天堂のゲーム特集みたいな。あ、
それで暇人笛呼んだら来るってこと？俺のところに。行くよ。来たー！すげー！終わりの始まりだ、これ！これ、世界が変わる！これ終わりでしょ！何のストレスもないぜ。これ突進すると、赤ピクミンも行っちゃうから、これで行くんすよ。こうするんすわ。んで、拠点ここに移して、暇人笛でこう。え、もう終わりだよ？ピクミン。こんなんやらしちゃったら俺に。暇人笛最高じゃん。運んでもらって、暇人笛。暇人笛！うわ、あいつちょっと怖えな。逃げろー！よし！うまなったな。ちょっとピクミンがうまかったね、暇人笛。これなんだ？入る？何入るって。新しい物語が勝手に始まってんだけど。入ってみていい？これ。次のダンジョン行くとかじゃねえよな。あ、え？おい？おい？あいつ何やっとんの？暇人笛。あ、切り替えられるのか。そうだ。こんにちは。あ、何これ、なんだこれ。ちょっと彼よくわかんないんで、とりあえず暇人笛。大丈夫、俺には暇人笛がある。あ、すいません。お前、飛ばす。触れたら殺す。暇人笛して。早っ！俺が絶対守る。で、何するか分かる？俺が。暇人笛なんすよ。これがあれば無敵ないよ。あそこってどうやって行くんだ？この先にいるんだけどさ、届かないんだよね、これ。絶対突進だ。いつになったら覚えるんでしょうか、僕はこれを。今でしょ。うわぁ、そこに行けばよかった。もう何やってんだ。これ最後だよね。大丈夫だよね。オッケー。あ、この人は。パピヨン、大伊勢、外科に内科、薬学にも精通している医師、未知の症例の発見があると心をときめかせ、新しい薬を試す機会を常に伺っているぞ。やった、また一人対応見つけたぞ。パピヨンは豊富な知識を持った凄腕の医師だ。どんな怪我や病気も的確に処置してくれるだろう。きっと葉っぱ人の、なるほど、なるほど、なるほど。残る隊員はパイロットだ。引き続き探索だ。なるほどね、これで、葉っぱ人を治すことができる。ということか。ドクターのパピヨンを救助した。目覚めたら葉っぱ人を見てもらわなければな。それがパイロットなのかもしれない。ちょい待ち。おいみんな、左上見てくれ。まだある。こういう時に、お願いで、なんじゃこりゃ。うんたん、うんたん、うんたん。オッケー、これでお宝ゲージがなくなったっていうことは、マップ上に表記がなくなっても、しっかり、ゲージ確認してから帰ろう。暇人笛吹いて逃げると。これ気をつけなきゃいかん。どうした、おっちん。こんなに興奮して。やは害はないようですが、激辛スプレーを吸い込んじゃったみたいです。俺まさか今右押しちゃった？動きが速くなっていて栄養剤のような効果があるようですね。最悪。返してほしい。
調査コンプリート。この面ボスいる？じゃあ今日そのボスまで行くか。できればその激辛ブエみたいなのはボスに使いたかったんですけど。暇人ブエ、これ便利すぎる。マジで終わっとる。やば、そいつらに手出すんじゃねえよお前。彼やるね。じゃあ待って、あれ取っちゃおう。20、30、20でいこう。行くんですよね、このクソ野郎を。絶対芝居とかなきゃいけないのね。でミスったけど、今クソ焦ったけど、もうどうでもいいの。でコート。暇人ブエ、暇人ブエ。それマスターしてしまった。お、あ、じゃダメダメダメ、今ダメ。嫌な予感する。先にあいつ殺そう。しばけ。で、ゆっくりこれを回収していくと。ちょっとピックマスターじゃん、俺。ピックマンじゃん、ピックマン。で、暇人ブエ。暇人ブエが強すぎる。あれ？暇人誰もいない。え、全然暇人いない。まさか暇人僕たちだけ？ちょ、すげえアイテムの山だ。うわ、全部取りてー。ちょ、お前暇人なんだ、来い。やべえ、そこやべえ、そこ通っちゃダメ。あ、死んでんのか、もう。うぬらは。ちょ、ね、暇人、お、暇人のくせ、あ、もう激辛飲んじゃってるわ、最高だわ。最高。な、これもう氷ちょっとさ、溶かしていいかな。多分氷溶かしていいね。溶かそう。ね、とんでもない効率で今俺ピクミンを進めてない？怖がらないでね。うますぎて。距離感じないでほしい。まずはじゃあ、あ、いや、意外と、いや、意外とやってんのか。繋がってんじゃん。別にいらねえだろ、あれ。あそこいらねえよ。橋あるじゃん。一旦みんな集合、一旦みんな集合。あ？あ、そんなことしてくれてたんだ、ありがとう。暇人は俺だった。ね、また激辛使ってんじゃん。なんで？これも命がけで運ぶわ。俺のピクミン人生をかけて運ぶわ、これ。激辛使うわ。やべえ、時間がねえ。死ぬ。とりあえず、お前たちだけは。なあ、これ激辛スプレーも増やした方がいいな。増やした方がよくね？このメロンはとんでもねえぞ。ちょっと待って、一匹いねえ。どこ？どこ？やべえ。やだ。俺絶対救いに行くからね。たとえこの身が朽ち果てようと思う。一人で橋作ってるやつがいる。そんなさ、ね。一人で橋作ってくれてるやつを、俺が、置いていくわけねえだろ。ちょっと待って、お前帰ってきてない？ふざけんな。ふざけるのもいい加減にしろ。待て、お前行くな、作るな、やめろ。よし、我に返った。あー、よかった。働き者だな。
あいつの自己責任だろ。そういう考えが、ブラック企業を生んでいくんだよ。あいつは自主的に、みんながやりたがらない仕事を頑張ってくれてたんだ。あいつこそ英雄だ。あいつをヒロと名付ける。ヒーローって呼んで。すげえ今日やばい。ちょっとやばいなあ。効率ピクミンだ俺。探索11日目。なんかボス一匹倒したいね。というわけだパピヨン。ディンゴが言うにはこの遭難者がパイロットである可能性があるのだが。葉っぱが生えてる症状か。あれなら治せるかもしれないな。何？実は遭難中夜にしか現れない光塚っていう面白いも、夜？それは明け方になると高い分解酵素を持つエキスを出すんだ。そのエキスを元に薬を作ればこの葉っぱも分解できるんじゃないか。本当か。置き去りにしたのもバレてねえかな。でもディンゴがそのエキスを全部飲んじゃったからね。だから新米くんには夜の探索に行って薬の元を取ってきてほしい。ね、ちょっと待って、夜の探索って大丈夫なの？コンペ。あ、夜ピクミンが。夜ピクミン？はぁ。僕のことは気軽にパピヨンって呼んでいいよ。スパイギアみたいな喋り方するね。それじゃ早速夜の探索に向かってほしいよ。君には夜しか現れない光塚ってものから薬の元になるエキスを取ってきてほしいんだよ。詳しい話は実際に見た方が早いと思うから、準備ができたら行ってね。行くよ、俺。はい。危険度1。夜はどんな様子になってるのかな？なんだかワクワクするね。俺行くよ。俺行くよ。何夜って。夜の探索クソむずいです。え？大丈夫ですか？俺ピクミンの夜を知らないんだけど。俺夜勤もしなきゃいけないの？日だまりの庭って一番最初の庭だよね。ふうふう、ふうふう、ふうふう、ふうふう。100% にしたら出るってこと？あ、光ゴケ。光塚。あったあった、これが光塚だよ。いいよ。朝になると薬の元になるエキスを出すんだよ。でも光塚は傷つくと壊れてエキスを出さなくなっちゃうから、君には光塚を朝まで見守っていてほしいんだよ。おやおや、なんかいるよ。え、なにこれ。こんな子前はいなかったね。少し様子を見てみようか。なにこのピクミン。何この新種のクソ面白ピクミンは。あれ、数が増えたよ。これってもしかして、夜ピクミン？光ピクミン。やっぱりこの子は新種のピクミンみたいだね。うっすら光ってるし、光ピクミンって呼ぼうかな。何この萌えピクミン。俺は光ピクミンと呼ばない。めちゃくちゃいる。一匹いたら百匹いると思うよ、光ピクミンは。気に入られたみたいだね。ちょうどいいや、この子と一緒に光塚を守ってね。それからさっきの星型のかけらは、光ペレットとでも呼ぼうかな。あれを光塚に運ばして光ピクミンを増やしてあげるといいよ。それじゃ、頑張ってね。初めてのピクミンだ。めちゃくちゃ増えるよ。ねえ、ちょっと待って。こんな余裕なんだが。ガッツリ行くよ俺。光ピクミンで。ガッツリっていいよね。来たか、ついに。そろそろだね。そっか、夜になると強くなるんだよね。凶暴になった夜の原始生物は光に吸い寄せられるんだよ。ちょっと待って。やばい。ちょっと待って。とにかく光ペレット集めて光ピクミン増やしてさ、夜明けまで何度でも迫り来る原始生物をやっつける。オッケー。普通におっちんだけでいいや。おっちんクソ強えや。まあ、おっちんがクソ強え。おっちんが強すぎる。やべえ。ちょ待て。何してんの。ちょいいやつ黙れ。
このこんちくしょう、恋のバカ野郎が。お前恋のバカ野郎なんだから。やべ、めっちゃ来る、めっちゃ来る、めっちゃ来る。愛のバカ野郎と恋のバカ野郎がいるのね。いや、めちゃくちゃいる。やべやべー、50匹いる。いやー、ぶっ壊されたよし、そや。え、何？なあ。お、全部やった。イプロ。よ、よい。え、ここからだよ、よく見てね。よい。これ昼はさ、光ピクミン使えるの？これが高い分解酵素を持つ光塚のエキスだよ。光の蜜とでも呼んでおこうかね。薬の元になるから大事に持って帰ってね。ちょ、ついてこいよ。もしかして、レスキューキャンプまでついて、来ていいよ。来な。ん？カタノ。おや？種になっちゃった。ふう？じっくり調べてみたいね。持ちか、ちょっとさ。あいつは昼間も動けんの？夜にしか動けないとかいう特殊なピクミンじゃないの？あいつ使いてえよ。夜と洞窟しか使えないんだ。てか夜パート面白くね？お前めっちゃ大事な説明飛ばしてた。ちげえよ。あんだけさ、攻められてたら飛ばすだろ。のんきに説明聞いてられなかったんだよ、あの時は。まあでも一応採取成功。光の蜜一つから一人分の薬が作れるんだよ。治療した。10個ぐらい手に入れたよ。加藤さんが説明飛ばしたやつはおとり塚ってやつで、簡単に言えば身代わり、あ、なるほど、俺が、あの途中で出てきたやつか、あれも光塚じゃなくて、あれおとり塚って言うんだ。なるほど。じゃあ、本ちゃんの光塚を守るためにおとり塚をどんどん作っていくと。よし、早速治療開始してくれ。察しがいいな！ダックス、ダックス！福井ね、生。洞窟探検のプロフェッショナル。そこに洞窟がある限り、危険を顧みず突入する。座右の銘は、穴があったら入れ。救助した者のアフターケアも我々の仕事だ。一応全員揃ったな。後で話を聞いてあげてくれ。な、ちょっと俺夜生きてんだけど。夜生かしてもらうことできるか？夜に生かしてもらうことできるか？ちょっと突進行きてえな。突進縛ろうねとか言ってたのに。そんな気もうさらさらないです。行きます、夜。ハテビーラー。ハテビーラー。大きめの原生生物がいそうな感じがするよ。ってできるわけないじゃないですか！吐くあの矢倉。光ペレット3つで光ピクミンが1匹生まれる。光ペレットはどんどん運ばせるのが良い。なるほどな。お待たせ。うふ、光ピクミンについてまた分かったことがあるよ。光ピクミンは強烈な光を放す。なんちゃい。X の、突進と一緒だよね。その光エネルギーを一点に解放する。突進でいいんだな、これな。概念は。その光を原生生物に浴びせると、眩しくてひるんじゃうんだよね。ふぅ。この前夜に手入れた光の種、カバンに入れておいたよ。使い方教えてあげるね。まずはカバンの中から光の種を選んで、種を投げると光ピクミンが生まれる。夜とか洞窟にだけ出て、今は作んない方がいいよな、これな。だって、結局まだ2面なんだからさ。ちょ、お前も頑張ってんのか。えらい。えらすぎる。かわいすぎる。そしてキモすぎる。強すぎる。これが、都市鎧塚で、これが、偽都市鎧塚だよね。今のうちに殺しちゃうよね、これ。ごめん、チャッピーだった。そんな物騒なこと言ってごめん。やべえ、もう！この野郎、バカだれが！ああ！ちょっと敵強くねえか、兄貴？
少ねえ。少ない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 。おい、これでしまいやないかい。しまいやないかい、これで。あ、あ、おっちんが人知れず死んだ。おっちん、ありがとう。あれ、こっから一人になるが任務を続けてくれ。おっちんのことは心配するな。拠点でしばらく休ませておくからな。はい。このボンバーが強いんだけど。して、え、何、なあ、うわ、すごい原生生物が全部、おーい、余裕。新米君よく頑張ったね。ちょ、もっと激しくてもいいぞ。足らんよ。後半地獄、お前バカ、地獄って天国だからな。なんかヒルントってさ、得のあるものがあるのかな。あ、これでどん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 治療していけばいいじゃん、このバカども。インターロ、君も夜の探索に慣れてきたね。次からは好きなところに。もう、じゃあ行くよ。じゃあ俺も行くからね。ヘテコ。うわ、一日過ぎてるわ。多分昼と夜、同時並行していかなきゃいけないのかな。あ、おっちんよかったね。ね、あの、おっちん、ちょっと大きくなってない？昨日、ね、ちょっと待って、おっちんでかくね？よし。早速治療開始してくれ。はい、コピーだよ。小木郎、桃山瀬、仕事は迅速丁寧だが短期で思い込みが激しい。新惑星発見の報を聞き、家がなきゃ始まらんだろうと後先考えずに身一つで現地へと向かった。ねえねえ、おっちんでかくね？こんなでかかったっけ？お前偽物じゃねえだろうな。こんなでかくなかった、絶対に。ヘッドランプ、いや、これはちょっと欲しいっすね。うん、こんなの確定。これ買わないやつバカ。サイヤ人みたいにし、ちょっとでかー、おっちん。こんな大きい。パトビーラー、夜クソ面白いんだけど。兄、今行けるのはここだよ。桜坂行くでしょ。難易度2。行ってきます、皆さん。光の種20。2勢をもらうの。まあ、2ぐらいじゃちょっと、負けるわけにはいかないよね。ああ、聞こえるか、加藤純一。実は、要人の護衛任務の依頼が来た時のために、前々からおっちに教えていたスキルがあるんだ。何ですか？え、まさか。いや、それはね、最高っすね。なぜかっていうと、夜のおっちあんま役立たないから。これは、最高っす。もう、初動でいきます。夜のオッチンいらない子なんだよ、結構。原生生物が騒がしくなってきたんじゃないか。センサー爆弾でやつら、いやいや、そんなん使わ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 ん。で、ここに偽物作っといて、強すぎる。負ける気がしねえ。お前ふざけんな。元を潰さないとキリがないね。大丈夫か、落ち、落ち、落ち。さすがだ、おっちん。ちょっと、おっちんやばい。いや、おっちん。すごいよ、おっちんが強すぎるんだ。おっちん来てるよ。ちょ、もうちょい増やしてえな。ちょ、おっちん、お前、ついてくんな、お前。
ちょ、おっちん、それは違う。おっちん、それは違う。あと5秒守ればいいの。うわ、全部倒せなかった。これパーフェクトクリアみたいなのあんのかな。まあ別にでもクリアすればいいか。やっぱ昼に戻れなくなってる俺。倒した原生生物の数6分の3。うん。数壊さなきゃいけなかったか。全部壊したら20もらえたとか、そういうのあるかな。観察して分かったんだけど、光ピクミンって死なないみたいだね。どういうことですか？光ピクミンは、たとえやられてしても、光の粒子になって光塚に戻るみたいなんでね。東華堂の社長みたいな喋り方してんだ、こいつ。本当にピクミンなんでしょうか？ちょっともう一回夜行ってもいいっすか？夜行かしてもらうことできるか？あー、なるほど。昼と並行してやっていかなきゃいけないんだね。そんなの無視します。そんなのは無視。てかこれ普通にやってたら何日ぐらいでみんなクリアするもんなんだろう。まず、こっちにはこれ守らしといて。やべやべやべ。いや、少ねえ。やべ。おっちん、おめえ何してくれてんの俺の仲間に。あっちのツカはもう任せるわ、おっちんに。このヘル&ヘルン強すぎだろ。おっちん大丈夫？おっちん強い。俺さらに増やす。小鳥塚が襲われているよ。そんなの関係ないよ。なぜかっていうとね、光ピクミンがもうこっちにはたくさんいるよ。やばすぎる。ちょっと待て、落ち。落ち行け。あとは任せた。落ち行け。お前行け。落ち。おちんクソせや。おちん、おちん、おちんなのか。おちん最強説。ああ、なるほど、ここも作れんだ。ナイス。全部モンスター倒したのかな。やべえ、夜生きて。もう一日だけ。もう一日だけ夜行かしてください。もう一回だけ。やべ、段取りバトルもやりてえ。ただ俺は夜行く。星2かよ。もう治療者いないの知ってんだけどさ。それでも俺は夜。よし、新米くん聞こえてる？今夜の拠点には光塚が2つあるよ。朝まで守りきれたら光の蜜が2つ取れるんだよ。あー、見てて、ちゃんとやってなかったよ。これやりたすぎてもうやっちゃったよ。おとり塚でも増えるのいいね。それどころじゃない件について壊させるわけねえだろ、俺がバカ誰が。やっべ、ちょっと逃げよっか。おっちん、おつじさん、ちょ、おつじさん、やばい。やべえ、ちょっと待て。おっちん、何やってんの。そっちも見て、ちょっとは。おっつん、ちょっとおっつん、おっつん、そっち任せたよ。ピクミン足りてない。おっち頑張れ。
おっち頑張れ。おっち大丈夫か。ナイス。あぶねえ。ヘイルン、これで俺とおっちの絆もどんどん深まっていくからね。てか難易度2でこれやばくない？難易度3やりて、おっちんに切り替えたらピクミンもおっちんところに、なるほどね。でもおっちんには必要最低限の物資を備えてるから、その生言っちゃいけない。アニ？リンゴさん、それは食べちゃダメですよ。は。失礼しました、加藤純一さん。夜の探索お疲れ様です。ルーナ、今ちょっと寝ぼけてた？ミラのくだらない話聞かせんじゃねえ、俺に。おい、夜のステージやらしてくれ！あ、なんかびっくりマークついてる。よう、助けてくれてありがとうね。あっしは桃山建設で親方やってる五木郎ってんだ。小木郎ってんだ。家を追っ立てるのも人助けも段取りが命だ。想像力がなきゃうまくいかねえもんよ。あっしと段取りば、あ、いいよ。ドゥークリスパ！そこらくちゃ。お前さんが腕前を上げたらいいものをやるよ。これ、なんか、ただの練習？あ、前にやったやつか。じゃあ別にいっか。再度やるみたいな。こんなやつ朝なら確かに。ギャーもうジュリちゃんになっちまう。そっぱー。お前さんなかなかいい段取りだったぜ。ありがとね。じゃあもう夜行けないじゃん。タトゥビーラー。タトゥビーラー。ホームシックブエっていうのクソ言うの。ちょ見てみる。ボーン。ボーン。ピクミンが行方不明になることはないか、隊列以外の、あー、なるほど。さっきのさ、橋を作ってるやつとかを途中でやめさせて、ビーグル号に呼び出して、その後、暇人笛で、おびき寄せるみたいな。ただし金が1円もない。まあ、いいや、とりあえず今日ここまで。また明日。面白いやないかい。なかなか。